あれ、小松先生って顔モザイク入れた方がいい人ですか？入れなくても大丈夫。入れなくても大丈夫なんですか？ということで、先ほど日本から帰ってきました。そうなんです。もうちょっと結婚とかでね、バタバタしてて、なかなかおたたえりくの方もね、開けれてないんですけど、それの前に、もう報告しなきゃいけないことがあるんですよ。なんと、ももりんの、セール広告を、出してまーす！やーもう出てる。もう出てる。もう出てるんですよ。もう出てます。実は。今がね、17日なんですけど、実は15日から上がってるんですよ。もう広告自体は出てるんですよ。けど、僕、SNS で上げてないんで、やりますよとも言ってないしっていう。こんなに遅い宣伝する人いない。うん。なかなか、ごめんなさいね、そういう、もう結構バタバタマンなんだよ。しょうがないでしょ？おたたえりくの編集とかもあってさ、この日本でさ、お仕事もあってさ、とかさ、許して。ということで、本日はですね、ここを見に行くよ。そう、広告を見に行く&広告の場所のルートを紹介します。お、今回はお、モモリンのために。ちょっと分かりづらい場所なんですか？ちょっと分かりづらいんですよ。JYP の近くなんですよ。けど、JYP の真ん前とか、僕がよくおたたえりくとかで取り行く場所があるじゃないですか。あそこじゃないんですよ。あの、裏の方。取れなかった。もう JYP の前のとこ1年契約ぐらいされてるっぽくて。だからどっかがボンって貸し切ってるんですよ。はいはい。で、その時期と時期によって分けたりとかしてるんじゃないですか？とか売ったりとかしてるんだと思います。ずるいやつですよ。ずるいよ。だから JYP の前ずっとチャイニーズなんだよ、あれ。チャイニーズカフェが出てんだよ、あれ。JYP の前絶対中国なんですよ。そういうこと。本当に。別に、これ中国アンチとかじゃないですよ。全然違う。これ、真実を言ってるだけなんで。でも中国の人が大、もうあそこは撮ってます。皆さん、諦めてください。タワイスの誰々ちゃんのやろうと思ってて、でも JYP の前が良くて、ここがいい、撮れない、みたいになるんで。私がそれだったんで。なんでね、ぜひとも皆さん、この動画を見て、行ってください。そして、今横にいる天地先生、もう私が天地先生と呼んでますが、なんで天地先生が横にいるかと言いますと、天地先生に、デザインを作ってもらいました。専属デザイナーです。3年ぐらいお世話になってますね。もう僕がこう作るじゃないですか。まあもちろん僕のこうやってほしい、こうやってほしいとか、そういうのを全部具現化していただけるっていう。神の手を持つあのデザイナーさんでございます。天地先生はね、ワンスでございます。ワンスでデザインとか広告代理店とか、広告代理店はまた別か。広告のそういうのを作ったりするデザイナーの方でっていう、なんとも組み合わせが良いと。ワンスの気持ちもわかるデザイナーさんでございます。ありがてー。お世話になってます。お世話になってます。ということで、今回はね、せっかく天地先生が普通にプライベートで今韓国に旅行来てたんで、じゃあ一緒に見に行こうよっていうことで。僕もまだ見てないんで。僕も見てないっす。どんなもんかっていうような感じでございます。ももりん！この動画を見て、行ってね。今回1ヶ月出てます。10月の15から11月の14ぐらいまで、ちょうど1ヶ月を今回僕撮ってますので、その期間に韓国行ってる方はぜひとも見に行ってください。ペンミ期間にも、あ、そう、ペンミが11月5日なんで行けますよ。で、 JYP 近いんでぜひともっていうような感じでございます。 JYP 行ってみようよ、事務所見学行ってみようよみたいな、見学できるわけじゃないけど事務所前行こうよみたいな時に、ぜひともマーキリーの見に行ってください。むしろマーキリーの見に行こうよっつって JYP も見に行ってください。ちょうどでございます。ということで、今回バス停なんですよ、僕。今回そういえばバス停で、バス停広告やるの初めて。そうですね、バス停広告は初めてなんですよ、実は。どんなもんかっていうような感じでございます。にしてもバス停広告って高いんですね。高いですか？高いです。お高いですか？バス停1ヶ月で、18万5千円。ほぼ19万。うちの家賃より高い！チョケ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 なんです！はい！チョケ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 ！家賃2ヶ月分が飛んでったけど。いやけど、だからみんな、融資とかするんだろうな、みたいな。個人で出す人なかなかいないじゃないですか。たまにいますけど、なかなかいないんですよ。その理由が分かった。高いもん。高いっすね。
前、それこそ去年は僕、カンナムクチョンの方に駅で出したんですよ。駅の中。そこが8万ちょいぐらいだったんですよね。あ、そんなもんかみたいな。まあまあまあ、全然出してあげるよみたいな思ってやってたんですけど、まあでも絶対 JYP の近くに出したいみたいなって思ってたんで、JYP、18万5千円。ピエン。まあ言うて、その日本語対応の、その代理店みたいなところ挟んでるんで、その代理店の価格とかも入ってると思うんですよね。代行代みたいな。だから、そうなんですね。つてと知識と、でないやつは、金でカバーするんですよ。そういうこと。みんなね、お金がないってなって、これ無理ってあげられるんじゃなくて、一旦なんか調べるっていうのもありだと思います。僕は、時間がないと思って、もう速攻で撮りました。というような感じで、あの、お金かけてるから見に行ってね。いや、にしてもね、先に言っとく。多分、世界一可愛い。可愛い。結構、ちゃんと自信持って言えると思う。めちゃくちゃ可愛い。だって僕たち、夜中、6時間ぐらいかけて、ミーティングして作ったんだもん。ね、他のミーティングとか含めたらもっとですよね。もっとですよ。もっとですよ。12時間ぐらいこっちはかけてね、作ったんだからね。可愛いもんできますよ。もう片方のね、あのやつなんてもう。大丈夫かなって。え？みたいな。大丈夫かなと思ったけど。もう、権利的に OK ということで、大丈夫というふうにね、韓国のそのね、その出してるところが連絡来たんで、あ、大丈夫なんだみたいな。やったーつって、あげましたけど、本当に良かったでございます。絶対モンブリン好き。絶対モンブリン気に入ってくれる。もう、みたいな。もうなんならもう、携帯の壁紙にしても良くないですかあれ。ね、全然いいし。かわいい。かわいいの。かわいいっす。本当に。友達とかちょこちょこ見せたんですよ。それこそジャポンとか。いろいろ見せてってしたら、え、かわいいってみんな褒めてくれるの。よかった。愛が伝わるって。私の愛の塊。ということで、早速、もう見に行きましょう。それでは、カシャ！寒い。寒い。寒すぎる。ということで、こちら、JYP 前でございます。イェイ、ここ JYP。ということで、JYP 前でございますけど、さっき言ってたとこ、それ見てください。すぐそこ。JYP の、まん前、中国って言ってたでしょ、中国が撮ってるって言ってたでしょ、見ててほら、これモモリン、モモリンが出てるんですけど、見てください、チャイナモモバー、マチューン。可愛いからオッケーということで、一応ね、裏側も撮っときますか。モモリンでございます。ということで、こっから私の広告があるとこまで行きましょう。寒すぎる。ということで、モモリン、この動画を見て、場所を把握してください。ということで、ここでございます。ここの JYP を出て、こっち方面、エリアコーヒーがあるこっち方面でございます。大通りの反対側。はい、モモリン、こっち側を歩いていきますよ。こっち側の方を歩いていきます。とことこと。それでは、ちょっと早送りしながら行きましょう。僕も初めてなんでね、どこかあんま分かってないですけど。はい、アボカド屋さんも超えます。ピザ屋さんも超えます。ミスターピッツァ、そしてピザハットがあります。ピザハットがあってってしたら、ここに大きい通りがあります。オリンピックプドンさん、あ、プドンさん、不動産があります。ここをこっち方向に行きます。曲がってヒュンダイがあるんで、ヒュンダイ方向に行きます。そっち方向、あらっそ、この通りにあるとは思うんですよね。はい、じゃあピザ屋さん、パパジョーンズ、ピザ屋さん多いな。こんなとこまでモモリン来てくれるかな。来て、そんな遠くないですよ。いや、まあ、全然遠くないんだけど、周りが JYP 感なさすぎて、逆にいいかもね。ね、モモリンがこう認証ショット撮るときに気まずくないみたいな。そうです。はい、ということで、多分これ、いや、そうだと思うんだけど、あったありました。ここですか。はい、ということで、早速見ますか。ということで、ね、ここでございます。うわー、じゃらー、真っ暗。え、けどめっちゃ可愛い。これちょっとどうですか、皆さん、ここでございます。見て、ここよ。モモ、平井、
シンス1996年11月9日ハッピーバースデーで、ここに知るとマーキュリー CEO マーキュリー商事カンパニー From the artist of TWICE で、ここに戦友直下兵って書いて、わー上手すぎる、かわいい、ここに1ヶ月いてくれるんで、あーかわいい、これでもね、光ってくれるんですよ、光ったらこんな感じ、かわいい、光った方がもっとかわいい、かわいい、もうえらい、フォルサイドウィンク、モモリナイス、すごいよ、じゃ反対側も実はあるんですよ、ということで反対側も見ていきましょう。これも僕たちでデザインしました。ハッピーバースデーモモ&ここにラブって書いてます、実は。セイル直下兵 OCP がシュキー、はい、OCP がシュキーって書いて、ここね、ここ、これめちゃくちゃねガチで書いてるんですよ、横にして見やすくします、こんな感じ、こんな感じでモモドナルドって書いて、素晴らしいで、このね QR コード皆さん読み込んでみてください、ぜひ今スクショしてやってみてください、私の動画に飛びます、ということでこんな感じで完成しました、イエーイ、前目だったんだけど、天橋先生ありがとうございます、ありがとうございました、え、めちゃくちゃ可愛い、しかも綺麗にコピーできてますね、すごい、めちゃくちゃ綺麗。ちなみにこの写真はミキポンが撮ってくれました、サイン会の時に僕目線でミキポンが隣だったんで、あの撮ってくれたやつです、いやーかわいい、でこの画像はなんかの画像です。でこれ完璧にあのモモリの大好きなモンスターズインクのパロディです、もう見ての通りですね、でモンスターズインクのあのDVD のやつのパロディなんですけど、この画像ね、の完全パロディで作ってます。可愛くないですか、これ。もうこれ最強よ。でもこれが可愛すぎるから、もう道路側に、もうみんながモモリ見るようにしました。よかったー。ということで、全然歩いて来れる距離なんで、ぜひとも皆さん来てみてください。それではみんな、バイバイ。住所はここだよ。ここの住所、よろしくお願いします、皆さん。ということで、あと、ロイヤルプラスアルファもついでに言います。あの、カップホルダーも作りました。そしてカップホルダーも今回はカップホルダーじゃなくてカップを完全に作りましたので、あのそちらの方も随時ご紹介していきたいと思います。とりあえず全国でやります、いろんな県でやりますので、ぜひともお楽しみにしといてください。ということで皆さん楽しみにしといてね、モモリンがこれ撮ってくれることを皆さんで願いましょう。ということでまた皆さんバイバイ、アンニョン。